地区後草野駅は、福岡県久留米市、草野町高等林にある、九州旅客鉄、道久大本線の駅である。1993年の駅車総体式ホーム2面2線を、有する地上駅、上下線ともに乗り越し分岐器により、安全側線が分岐している。以前は、防線駅であったが、1992年に久し、大本線で、 特急運行を開始する際の高速化工事により二面二線化された。旧駅舎は1994年に火災で消失したため、1996年に現在の駅舎が久留米市の負担で建築された。しかし、このことが地方財政再建促進特別措置法第24条に抵触する恐れがあったため、落成後しばらくの間は、筑後草野駅の看板、 表記をすることができなかった。草の観光会館を兼ねており、かつては小道具屋が駅舎内で営業をしていたが、空き部屋となっており、駅員も常駐しない、無人駅である。待合ベンチと時刻表、便所以外の設備は一切なく、券売機やポスターマツ改札もないので、本駅から乗車する際は、車内で整理券を受け取り、降車時に運賃を支払うか。 駅窓口で生産する必要がある。2016年度の1日平均乗車人員は120人である。久留米市立草野歴史資料館山部道文化館駅前の道路を直進すると T 字路があり、そこで県道151号と交差する。国道210号線を走っていると、地区後草野駅の所在を示す標識があるが、国道からかなり外れた場所に位置することと、 定時路に出てきたところで駅の所在を示す標識がないため、どこに所在しているのかわかりにくい。築後草野駅の標識が立っている交差点を左折し、道を登っていくと、県道151号線の矢萩という場所に出てくるので、定時路を左折して、道をまっすぐ進んでいくと駅に到着する。草野波沿いは草野高等林地区の伝統的街並みとして保存されており、 民家が立ち並ぶ中に古民家が保存されている。ありがとうございます。